はい、フルトフルトです。今回のお題は替え指です。サックスの替え指、管楽器にはですね、もうおそらく全ての管楽器にあると思うんですけど、替え指、フルートにもありました。まあ、ただフルートの場合はですね、あんまり数多くないんで、まあ苦労しない感じがするんですけど、サックスはね、多分、想像を絶するぐらいあるんじゃないかなっていう感じがしますよ。だからなかなかね、この替え指をやってみようという、思い越しを上げるのが、なかなかできなかったんですけど、まず とりあえずサックス初心者が覚えるべき、替え指、はい、これをですね、今回やってみたいと思います。それは、シ、ド、この2つの音ですね。シとド、ドとシ、この2つの音。サックスの場合はこういう風なね、クロスフィンガリングって言うんですけど、交互に持ち替え、あの指が入れ替わる、これをねクロスフィンガリングって言うんですけど、これがドとシでこういう風なクロスフィンガリングになるんですね。このクロスフィンガリングが入ると音のつながりが滑らかにならないということで、あの替え指をやった方がいいですよと、まあ一般的に言われてます。はい、まず普通にドとシ吹いてみますけど、これをだクロスフィンガリングにならないような替え指っていうのがあって、この替え指を覚えるとすごくあのフレージングが楽になるですね。でその替え指なんですけど、C はそのまんまなんですけど、 C でこのド、次のド、C、ドに行くとき、こうですね、このこう3つ並んでますけど、これ人差し指とか中指の第二関節あたりでこう押さえるキーなんですよね。このサイドキー、これの真ん中、この真ん中をこの C を吹きながらこれを押すとドになると、ここのこれが開くわけですね。これがこれを押すとここが開く、で C の指でここが開くとドになると、トリルもこれでできるんですね。だから、これは楽ですね。これを、これは真っ先にあの覚えたい替え指ですね。今オーバーザレインボーっていう曲やってますけど、練習曲でこれにすごく重宝する。だから普通に吹くと、替え指を使えば、はい、こんな感じですね。このクロスフィンガリングしなくてよくなる。だからこれは、ぜひともマスターしたい替え指ですね。これただまあですね、今までこの普通にこのクロスフィンガリングでやってたのを替え指でに切り替えるっていうのが、これがね、結構難しいですよ。脳の、回路をこうつなぎ替えるって感じでなりますからね。僕もこれね、結構まあ便利なんだけど、これをね覚えるとすごく便利なんだけど、
脳の回路を切り替えるのがすごく大変。これはカエビのイロハの意、うん、これからですね、一つ一つカエビを覚えていかないといけないと思ってます。